新コーナーでございます。はい、何でしょう。はい、知らない間に運気を下げていませんか。今月の開運行動。はい、はい、ね、皆様から募集をね、うん、していただきまして、はい、で、その中でこの間ね、いくつか候補を読ませていただいたんですが、その中にありましたの、早速、はい、使わせていただきまして、今ね、開運って言ったんですが、はい、この開運開く運だといつもやってるじゃないかと、うん、もう食べ物はあるわ、窓開けはあるわね、花開けはあるわと。でも今回違うんですね、うん、開の字が違いまして、はい、破壊の開、壊れる開けじゃないですね。そう、こんなことするとあなたの運悪くなるよっていう開運行動、はい、これんなことをしてはいけない、うん、ね、面白そう、ね、まあ、月によって、ね、今月はこういうことをしない方がいいよっていうのを発表していこうじゃないかと、はい、ね、まあ、こういうコーナーなわけですよ、はい、で今月は、うん、まあ、6月ね、うん、人を殴る開運行動、いや毎月だよそれはな絶対運悪くなると思うんだけど、いやボクサーの人とかね、教えてる方々ね、あの人たちは殴らないと仕事にならない人なんでいやいやいや、殴る仕事、まあ、あのね、でもね、開運って確かにちょっと常識的に考えてみると、うん、もちろんその反社会的なこととかね、うん、犯罪行為とかってやったら運悪くなるに決まってるわけですよ。それはもう絶対、それは置いといて、はい、ダメですね。で、今回発表するのは、はい、時間限定というかね、時期限定、うん、だから今月は特にこういうのは良くないよと、はい、で普通の月なら全然問題ないのにね、うん、みたいなのを発表していこうと、はい、こういうことなわけです、で、今月はですね、先延ばしにしたり結果を出さないということが、うん、大体いつの月も良くはないんだろうけど、うん、特に致命傷になるよという一月になっております。6月、これが真面目な今回の発表なんですが、はい、要はね、今月中にいろんなものは決着をつけろということになるわけですね。整わないのが一番まずい。で、新しくことを始めるとか始めないとか、それはどうでもいいんで、始めてもらっても構わないんだけれども、今月内ここまで行くよっていうその目標を作っておいて、そこまできっちり行くということですよね。だからうやむやにすることを、結論を先延ばしにすること、うん、こういうことをしてはいけないと。うーん、もう今月内でビシビシと結論を出していくということですよね。なるほど、うん、先延ばしにしない、先延ばしにしないこと、まあ、要は結論から逃げてはいけないよということですよね。ほう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 。これ、まあ、毎月の名数占いなんかでやってるねのもありますけれども、まあ、それとはちょっと別の話として、うん、みんな共通で、先延ばしにして逃げないようにと、うん、面と向かってね、真正面から取り組んでくださいと、まあ、そういう形になっておりますね。なるほど、うん、そういうふうにしちゃうと良くないよってことですか。そうです、そうです。だからもう決着つけた方がいいってことですね、うん、まあ、決着、そうですね、ちょっと抽象的でね、ピンとこないかもしれませんけれども、うん、まあ、要は、白黒はっきりつける場から逃げないでほしいということですね。なるほど。そうですね。だから後で例えばね、来月になってまたもしかしたら考えが変わったとか、あれはおかしかったと思ってもいいから、とりあえず今月結論を出してくれと、意思決定してくださいという月ですので、わからないからとか、様子を見ましょうとか、そういう逃げをするなよというのが結構大事なポイントになってます。なるほどね。なんかこれをね、今先生がおっしゃったことで、見てる方でそのピンときた人もいると思うんですよ、うん、考えててね、例えばわかんないですよ、引っ越しなのか、うん、ね、なんかいろいろ考えてるのを、ああ、じゃあ今月決断した方がいいんだなって思った方もいらっしゃいますよね、きっと。そうですよ、もうだからこの彼氏と別れようって思ってても、うん、もうちょっと様子見てみようかとか、うん、そういうことはしないで、うん、とっとと別れちまえと、言い方や、ね、なるほどね。逆もそうですよ、もう結婚しようって思うんだったら、うん、お金貯まってからとか言ってないで、うん、もうとっとと入籍しちゃえと、まあ、そういうことですよね。まあ、まあ、そうですよ、うん、極端に言ってますからね、はい、ということをお勧めしてますと。はい、はい、まあ、お仕事にしても何にしてもそうですね。そうです、はい、きっぱりとした意思決定が入るのかに、はい、またこれもね、まあ、その実際行動してみて、はい、コメントなんかもいただきたいところですよね。ぜひぜひ、うん、ちょっと人体実験であえてダメだということをやってみて、こんなにひどい目にあったぞっていうのを、お待ちしておりますので。そっちの方そっちの方が盛り上がるなと思うので。まあこれ本当にね、実際そのね、いろいろ
コメントいただきたいですね。はい、これも。そうそうそう、まあちょっと実験してくださいっていうのもなんなんだけどもね。はい、実験してください。はい、はい、ということでございます。はい。